人生がうまくいく人とうまくいかない人っていうのはもう明らかに分かれる、もうその明暗を分ける選び方っていうのがあるんですよ。人は絶対にもういろんなものを選択しながら生きてます。もうこれは絶対です。だから、食器を洗うか洗わないかとか、今この時間に起きるのか起きないのかとか、ここで頑張るのか頑張らないのかっていう風に、もういろんなことを選択しながら生きてるんですよ、僕たちっていうのは。で、その選択によって今僕らの人生が作られているっていうのは、これはもう絶対なんですね。これは絶対なんですよ。だから自分の人生を作っているのは自分だって言われるのはなぜなのかというと、自分の人生のを選択してきた結果、今の自分がいるからっていうことなんですね。だから僕たちっていうのはその選択の基準を変えていかないと絶対変わってはいけないんですよ。だから変わる気がない人っていうのはこの選択を変えないから、何をしたって一緒なんですよ。本を読もうが、どんだけすごいセミナーに行こうが、どんだけすごい人に教えてもらおうが、自分が変わろうとしなかったら変わらないんですよ。もうこれは厳しく言ってるようで、もう絶対そうなんですね。つまり選択を変えれば人っていうのは変わるんですよ。これは絶対なんですよ。だから僕、自分が変わろうと思った時に、もう絶対人って変わろうと思った時に向上性っていうものがあるんで、人は自分がもともとやってたことに戻ろうとする習性があるから、絶対に反発するんですよ。で、反発するんだけど、反発してたら絶対変われないっていうことが分かったから、僕が何をしたかっていうと、日々の行動全部変えたんですよ。だから今までそれが自分の中の常識だったけど、それを常識だと思わない方向に変えたんですね。だから僕は全然トイレ掃除とかもしなかったけど、なんか人生をがうまくいってるとはみんなトイレ掃除をしてるっていうのを聞いたから、あ、じゃあトイレ掃除をすれば今よりはいい未来が待ってるんだと思ってトイレ掃除を始めたし、部屋が汚い人にはなんか運がつかないとか、部屋が汚い人は自分の脳も整理できないみたいなことを聞いたから掃除をするようになったし、すごい成功してる人はいっぱい本を読むんだって聞いたからいっぱい本も読んだしっていう風に、もうとにかく真似をしてきたんですよ。そうやってそれでやる、変えるっていうことを選択してきたんですね。だからあなたもきっとトイレ掃除をした方がいいとか、部屋を掃除した方がいいとかっていうことは聞いたこと何回もあると思うし、前向きに考えた方がいいとか、こういう風に考えた方がいいとかっていう風に全部聞いてきたはずなんですよ。でもなぜそれで変われないかっていうと、それをやろうとしないから、それをやるっていう選択を取らないからなんですよ。それをやるっていう選択を取らないから変わらないんですね。だからもちろん辛い時っていうのはあるし、なんかできないなって思う時もあるんですよ。でこれをやったって自分にはできないなって思うような気もするし、これやってなんか意味あるのかなって思うこともあるけど、でも本当に変わりたいと思ってるならそっちを選ぶべきなんですよ。てか選ぶはずなんですよ。だから自分が不幸になりたいっていうコミットメントをしてるっていうことなんですよ。自分の目の前にこれやったらうまくいきますよって言われてるのにやらないっていうのは、だからやらないなら変われないのが当たり前なので、それで嘆くんだったらそれは違うんですよ。いや、嘆くならやって嘆くのが絶対に正しいんですね。でやって嘆くからこそ、やってなぜうまくいかなかったのかっていうものを考えるから、またよりいい方向に進んでっていう風にどん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 進んでいくんですよ。だから自分を必要以上に責める必要はないけど、でも自分を作っているのは自分の選択なんだっていうことを認識しておくのはめちゃめちゃ大事なんですよ。じゃないと自分で変われないから、自分の選択で変わっていくのに、自分のではどうしようもないと思ってたら変われないじゃないですか。だから自分の選択は自分で選んでいいし、その選択の結果自分の未来が作れるんだっていうことをぜひ覚えておいてほしいんですね。これを覚えておかないと、どんなにいい情報とかを手に入れても、どんなにいい本を読んだって、どんなにいい動画見たって意味ないです。選択が変わらないから。だから見て、その結果自分がどう動くのかが大事なんですよ。それを見て、それを信じて、その通りに動くのか、それを見てこんなの綺麗事だとか、こんなことしても意味ないとか、こういうこと言ってるやつはなんかみんなもうわけわかんないやつらだみたいな感じで全部弾いていくんだったら、もうそのままですよっていうことなんですよ。だから自分を絶対に変えていきたいと思ってるじゃないですか、みんな。自分をもっとより良い自分にしていきたいし、もっといい人と付き合っていきたいし、もっと自分の能力も上げていきたいしっていうことで、絶対に向上心っていうのはあるはずなんですよ。人間っていうのは絶対にそうやって生きてきていますから、ちっちゃい頃から何も自分は頑張らなくてもいいです、向上心も何もないですって言ってたらずっとハイハイしてる状態なんで、人っていうのは絶対に 上向きのエネルギーっていうのを持ってるんですよ。でその上向きのエネルギーをよりフルパワーで活用していくには、その選択がめちゃくちゃ大事なんですね。だから目の前の選択をよりプラスな方向に選んでいくっていうのがすごく大事なんですよ。確かに落ち込む時もあると思うし、前向きに全然考えない時とかもあると思います。僕ももちろんそんなことがいっぱいあるし、でもその度にやっぱり、でも自分は前向きの方を選んでいかなきゃとか、自分はこの中で今押していく方向と這い上がっていく方法がある、じゃあ這い上がっていく方を選ぼうっていう風に、この選択がめちゃくちゃ大事なんですよ。だからもう何かいろんな情報を得ても何しても、その選択を意識してください。その結果自分はどうするのかっていうところをぜひ考えてほしいなと思います。これを考えるだけでもう本当に変わっていけるので、
もう変わっていくには絶対選択を変える必要があるんだっていうことを、ぜひ覚えておいてください。もうこれが一番大事なんで、ぜひ、覚えておいてもらえたらなと思います。概要欄でですね、自分を変えていくために、自分が自分らしく生きて、自分らしく生きているのに、なんか物事がすごく良くなっていくみたいな、そういった状態を作るっていうのが僕のコンセプトで、そういったコンセプトをもとにメルマガ配信させていただいてます。で、そのメルマガに参加するとですね、まあ、コミュニケーション能力を高める3つのポイントを語った電子書籍と、自分をポジティブにしててエネルギーをどん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 高めていける電子教材っていうものをね、6つぐらいの音声にまとめてる電子教材があるので、こちらも受け取ることができます。なので、ぜひそれで受け取って、自分のエネルギーを高めて、コミュニケーション能力も高めて、自分の能力も高めて、もっと豊かな人生っていうものを歩んでいけるように頑張ってもらえたらなと思います。で、もしこんな感じで動画もアップしていけるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。